ユールクリスはカナダアルバータ州エドモントン出身のアイスホッケー選手である。現在は日本国籍。メルボルンアイス所属、背番号は9。175センチメートル、75キログラム。ポジションはフォワード、センター。幼少期よりアイスホッケーをはじめアーチビショップ、オライリー高校へと進学し頭角を表す。カナダ時代には アルバータ州のジュニアリーグで優勝、個人でも活躍し、MVP を獲得した。1994年、19歳で、日本アイスホッケー強化のため複数の日系外国人ホッケー選手と共に来日し、同年国土に入団。デビューした1994から1995、シーズンに23ゴールをマークし、新人賞を獲得した。1997年に、 日本国籍を取得し、1998年、長野五輪代表にも選出された。大会では、予選、順位決定戦、計4試合に出場した。2000から2001シーズンは、レギュラーシーズンに20得点、雪印とのプレーオフ第2戦で、ハットトリック、第3戦で2ゴール、合計5ゴールをマーク、国土優勝に貢献し、MVP を獲得した。 2001から2002シーズンには、レギュラーシーズンで28得点、プレーオフでも、計6得点を上げる大活躍を見せた。レギュラーシーズン4位という逆境から、逆転優勝を果たす原動力となり、2年連続で MVP を獲得した。2003から2004シーズン、これまで参加していた、日本アイスホッケーリーグが、同シーズンをもって休止となり、 同年にアジアリーグアイスホッケーが新たに発足された。初年度より国土がリーに加盟したことにより、以降活動の場をリーへと移すこととなった。同期日本リーグにおいては、前期初戦に1アシストを記録するも2戦目以降長期、離脱し、全後期通算で出場10試合、6得点4アシストという結果となった。チームとしては、全後期ともに選手完全優勝を果たし、 自身としてもリーグ通算150ゴールを達成し花を添えた。日本リーグ前後期の間に開催された同期アジアリーグでは離脱した状態で開幕を迎え12月に復帰、最終的に9試合に出場し、レギュラーシーズンを通し5得点、6アシストに終わった。2004から2005シーズンにチームがプレーオフで前年覇者の日本選手クレインズを破りアジアリーグを 初制覇。レギュラーシーズンで21得点、25アシストを記録。ポストシーズンにおいては5得点、5アシストの活躍で、全選手中最多となる10ポイントを記録した。2005から2006シーズンには、レギュラーシーズンで21得点、30アシストで、チーム最多のポイント数51を記録。プレーオフでも5得点、8アシストと、安定した活躍を見せ、 アジアリーグ初となる連覇に大きく貢献した。2006から2007シーズンより所属する国土がプリンスホテルと合併したことに伴い、新たにチーム名をセ部ブプリンスラビッツとし、体制が再編された。新体制となったこの年も引き続き主力として活躍し、レギュラーシーズンではチーム最多の21得点を挙げた。2007から2008期、レギュラーシーズンでは、 得点は10と振るわなかったものの25アシストを記録、チームもリーグ戦を制覇した。しかしプレーオフでは、ゴール、アシストともに得られず、自身はアジアリーグ参加後初となる例ポイントに終わった。一方で、リーグ中に開催された全日本選手権では、決勝戦でアシストを決めるなど、国土時代以来4年ぶりの優勝に貢献した。また、このシーズンをもって、来日以来国土時代から、 足掛け14年間在籍したプリンスラビッツを退団した。2008から2009シーズンから日本製紙クレインズに移籍した。移籍初年度よりチームの中心として活躍し、レギュラーシーズンでは共にチーム最多となる19得点、25アシストを記録。プレーオフでも11得点、10アシストと活躍し、レギュラーシーズン4位というポジションからの逆転優勝を後押しした。 2009から2010シーズンにアジアリーグレギュラーシーズン通算100得点を記録。2011から2012シーズンには伊藤正俊の記録を抜き、当時のアジアリーグアイスホッケーレギュラーシーズン最多得点記録保持者となった。2012から2013シーズンをもって日本での19期19年の競技生活を終え、2013年春に引退した。引退後は、 妻の故郷であるオーストラリアに移住し、競技から離れていたが、プライベートでホッケーをプレーしていた際に、オーストラリアンアイスホッケーリーグに所属するメルボルンアイスのスタッフより、トライアウトへと誘われ入団、41歳にして2016年に現役復帰を果たした。復帰後初シーズンとなった二千十六シーズンは、メルボルンアイスで、レギュラーシーズン十三得点、アシストを記録し、 チーム4年ぶりのリーグ戦制覇に貢献した。しかしプレーオフではゴールを得られず、ポイントは1アシストに終わり、チームも敗退した。カナダ時代はチームで小さい選手であったため、スピードやハンドリングを工夫して、プレイスタイルを確立した。また、来日する以前からの趣味として、ローラーブレード、バスケットボールをたしなんでいる。元日系カナダ人であり、 五輪代表に選出された際には日本代表のジャージを枕の上に置いて寝たというオリンピックの思い出としてオーストリアとの順位決定戦その勝利に会場が熱狂した光景を挙げている妻はオーストラリア人で二人の娘がいる現役引退後に家族でオーストラリアのメルボルンへと移り住んだ日本での選手生活時の背番号は75であったが オーストラリアで現役復帰した際には、球をつけた。これは、幼少期アイスホッケーに親しんだ頃の背番号であり、競技復帰に際し、アイスホッケーをプレイする楽しみを改めて思い出したことにちなむ。ありがとうございます。